うちの娘見せられしてるじゃないかダニーハイミルいいじゃん、いいかしら、うなしるもんっていいじゃん、うなしるもんっていいじゃん、うなしるもんっていいじゃん、このスケジュール今の台湾客通り10時前、今回会長の石川特別騒いで会長をお願いします。おはようございます。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。これより、次回は、やっとうず出陣前の開会式を開会いたします。すみません、保存会長の三平町の茶屋でお願いします。茶屋の頃から申し訳ありませんが、一言ご挨拶申し上げます。改めまして、新年明けましておめでとうございます。で、恒例の七福神の金庫ということでございます。市長さんはじめ、来賓の皆様では、ご対応の中、ご臨席いただきまして、本当にありがとうございます。また、消防団の皆さんには、警備ということでお願いいたします。金庫が無事終了するよう見守っていただければというふうに思います。よろしくお願いします。それ、私ども七福神につきましては、記録的にはちょっとないものですから、まあ、言い伝えによるとということで、まあ、元禄の頃から始まったというふうに言われております。で、考えますと314年ということで、続いているということでございます。で、記録的には、大正5年ですか、そのものまでには、白岩地区で、それぞれ上浦、中浦、下浦という3か所でそれぞれ行われているということです。で、私どもの方は下浦ということで白岩地区の南の方に位置するものなんですが、その中で、60個で継承してやられてきたということでございます。で、その後は編成がありまして、やっとうち地区でそれらを継承して今日に至っているということでございます。で、石橋宗八さんという方が先祖におりまして、その方が作られたお面を利用させていただいて今七福神を踊っている。で、そのお面が当時白沢村時代の文化財にも指定されたという中で、で、元宮市になりまして市の指定の無形民族文化財ということで現在に至っているということでございます。で、私どもも本来ですと子ども七福神ということで、まあ、小学生を中心にやってきたわけなんですが、ご覧の通り少子化の時代でございます。子どもさんが少なくなったということで、本年は小学生が2人、中学生が1名ということで3名でございます。で、社会人が加わってなんとか継承しているということで、まあ、細々と継承をしながら進めてきて今日に至ったという状況の中でございます。まあ、そういう中ではございますが、こうして皆さんのご支援をいただきながらなんとかこう続けていく、また保存会一同練習をしながらなんとか甲子園にこのままを続け残していきたいという中で今保存継承を進めているということでございます。なんといっても七福神は生活をするつもりにいきませんので全く余興の部分だということでございます。昨今の社会情勢、経済情勢から見ますと非常にその余裕がなくなってきている。昔は冬の場になりますとバラは編んだり、縄を作ったり、俵を編んだりというような中で伝承が来たわけなんですが、現在はそういうふうなわけにはいかない。練習日を設けても都合があってなかなかみんなが集まらないという中で今進めている。まあ、お察しをいただければというふうに考えております。でもやっぱりやっとうちに生まれたからにはこの七福神は残していくんだという意気込みはありますので、そこは組んでいただければというふうなことで、本日も今リハーサルという形で
とあの当日になってしまいましたが、全く今日が本当にみんなが揃ったというような状況の中でございます。まあ、そういう中で今進めているということでございます。さて、今年はうさぎ年ということでございます。本日はお会いになった来賓の皆様、それから保存会の皆様、ここに個人席の皆様のますますの発展されるように、そしてぴょんぴょん飛んで、そして景気を回復していただければ、保存継承にも弾みがつくのかなというふうに考えております。どうぞこの四十九人のご加護で、いい年になるよう、皆さんでご記念いただきまして、今日、これから3回ほど回りますが、ちょっとご覧いただきたいというふうに思います。本日はお忙しい中、ご臨席をいただきまして、本当にありがとうございました。こちらで来賓祝辞というもので、本宮市長の佐藤果汁様、お願いします。はい、明けましておめでとうございます。今日は、やっとうずの七十九人の前、本当におめでとうございます。保存会長さんはじめ、役員の皆さんも、また地域の皆さん、本当に300年以上の歴史の中で頑張りに行くので、素晴らしいことだな。ここから、経営の競争のところになります。まあ、本宮市も合併して5年目を迎えます。本宮、いかにこれから将来に向けてどう頑張っていいんだというのを教師さんともお出になっていますが、話させてもらってますが、本宮の歴史、伝統、文化、こういうものをしっかり受け継いでいかないと、みんなアメリカと同じくなった、ヨーロッパと同じくなったりしたのでは、日本は初一がない、やっぱり日本はこうなんだということをしっかり発信していかなくちゃね、まさに大事な時ではないのかな、まあ、こんなことをしながら、いろいろ議論をさせていただいております。それにあれ頑張って、当時の七福神の皆さんも頑張って、こう拝見させてもらうと、私も平成19年の1月からですが、ご会議でありますが、若い人はね、こう受け継いでは、これは素晴らしいことだろう。ただただ、頭の下の思いであります。ぜひ、みんなで一緒に、ここは受け継いで、将来に向けて頑張り抜いていかなきゃいけない。そういう中で私も行政的に話させてもらっているのは、一生懸命やることも大事、一生懸命ばっかりやったら人間ストレスばっかり、あいつも上げて、やっぱほっとする時もほっとする地域も、やっぱりそういうことがあって初めて人間であります。まあ向きになって仕事することも大事だけど、ほっとするやっぱりこういうことの中で演じてもらう皆さん方を見ながら、同じ顔の合わせでありますけど、その中で楽しみ方がいろいろあるんだろうと思います。まあ、時代がやっぱり少しずつ変わって、このまま行ったら人間社会は行き詰まってしまいますね。やっぱり生き方も、暮らし方も、楽しみ方も変わって、まさにそういう転換の時代、何年か続くかはありませんが、それとそういう中で少しずつ変わって、なぜ生きられる形をどう作っていくか、まあ、そういうものを思います。まあ、そういう中ではぜひ、この血統寺の七福寺もっともっと発信できるように行政も頑張っていました。今本宮は私も民間に行った時は本宮というので東京団内から一生懸命売り出しています。本宮何代って言われて、本宮は地域省の安達太郎さんと米田言っていましたけど、行政の世界に入ると、安達太郎さんは大玉の二本松だし、米は大玉だし、本宮は何でもねえな。やっぱり今、朝日ビルで、まあ、それも大事ですけど、逆にやっとうずの主軍だと言えるくらいのことをやっぱり発信できるような地域を作っていくことが、これから世の中で羽ばたいていく、みんなが楽しく、厳しいけど楽しく生きられる、そういう時代のためには必要なことだろう。まあ、このように考えております。会長さんはじめ関係者の皆さん、地域の皆さん方に心から敬意を申し上げながら、今年1年いろいろ変化の時でありますが、いい年でありますようお祈り申し上げまして、お祝いの言葉をさせていただきます。おめでとうございます。
続きまして県議会議員の佐藤正孝様ですが、まだ無理になっておりませんので無理になり次第いただくということで内心紹介に移りさせていきます。本宮市長佐藤果樹様。はい、どうもありがとうございます。本宮市教育長佐久間和夫様。はい、どうもおめでとうございます。平川中学校長鈴木康夫様。はい、ありがとうございます。総合団白浜地区隊第3分団分団長石川女子失礼いたします。はい、こちら先生。いいで、さっきやったの。はい、本日は誠におめでとうございます。分団長渡辺俊之様。はい、おめでとうございます。初班長佐藤義盛様。はい、おめでとうございます。遅くなりまして、令和小学校長伊藤孝之様。おめでとうございます。ありが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 とうそうです。マクダム。ただいまお見えになりました。県議会議員の佐藤真孝様に。タイミング。ありがとうございます。どうも。皆様明けましておめでとうございます。やっとうちの秩父神祭りにようやく駆けつけることができました。いや明かりがもっとついてるのかと思ったらば。ちょっと中入ってきたんですけど、ちょっと迷いました。こうやって伝統芸能を守っていくということが一番大切なことだと毎年申し上げてますけども、まあ、県の方もそういう意味で伝統芸能をしっかり守っていく、やはり地域コミュニティというのはそういう意味で伝統芸能を守っていくことから始まるんだということでございますので、まあ、今日いろいろと前をしていただく皆様方には大変なご苦労をされているわけでありますけども、これをしっかりついていくことが地域の活性化につながるということでございますので、これからも私も一生懸命使用していきたいというふうに思っているところでございます。この前を通しながら今年1年が無事に息災に過ごされますよう心よりご記念を申し上げまして挨拶に返させていただきたいと思います。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。それでは乾杯に出していきます。どうぞご準備のほどよろしくお願いします。乾杯のご発声を。はい。それでは様々にお願いいたします。ちょっとコーラの前これ。ああ、なるほど。次で。それでは準備よろしいでしょうか。明けましておめでとうございます。ご指名ですので乾杯の発声をさせていただきたいと思います。やっとうち七福神保存会皆様のますますのご発展と、先ほど話にもありました、今年はうさぎ年であります。ぴょんぴょんと皆様飛躍の年になりますよ。さらにはご参加皆様のご多幸ご健勝を記念して乾杯の発声をさせていただきます。ご唱和よろしくお願いいたします。乾杯。乾杯。おめでとうございます。祝電が参っていますのでご協力いたします。
明けましておめでとうございます。白井はやっと中止祝辞前のご盛会を祝し、皆様方のますますのご活躍とご研修を心から心に申し上げます。2023年1月7日参議院議員増子照彦様へ、ありがとうございました。以上です。足長にしてどうぞ。私の方からお話ししたいと思いますが、うちはここで七福神進行するのは6時半からということで予定しておりますので、よろしくお願いします。それから中宿ということで、鈴木英二さん宅、ちょっと私のところからこう西の方の向かいの方の屋敷なんですが、そこで一番端の位置なんですが、そこで参ります。で、その次が3軒目なんですが、来年の宿ということで、上野内成代さん、三浦純一さんというところで、ということで、3軒ほど予定しております。で、1軒あたり大体30分ぐらいということで回っておりますので、ちょっと時間の様子限りご覧いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしております。登山の時間、よろしくお願いします。いやいや、前をやるんだよ。ビビリで、会計より、お祝いをいただいておりますので、ご報告申し上げます。その先の方が見てくださいから私は試合は全然楽だと今初めて分かってます。皆さん、髪中下やってる。髪中っていうやっぱり昔は髪中下もあった。すごい。これをもちまして会計式を閉会いたします。これよりやりますので、ご一緒に。